次の涙を取りに行きたいと思います、うん、これは多分ワープした方が早いかもしれない。そうですね。じゃあこちらで、あ、ここか、ここか、どこから行こう、ここら辺に行きますか。よし、ワープ。はっ、ここ登れるかな。きっと行ける。いや、いや、いや、よし、こっちのところはさっきちょっと使ってなかったから、あ、シャーニーちゃんで歩いていこう。北斗さんもね。北斗さん、お、お、見つかった。やべえ、見つかった。あ、じゃあ北斗さんで。あ、ちょっと これだ。炭になるがいい。なってる？なってる？なってなかった。なった。なったなった。くさいけど。シャルニンちゃんも。あれ。話が通じないなら叩くマリでしょ。うー。あ、消えた。これ好きなんだよな、森林のこの攻撃。いいですよね。飛走できる。よし。こいつ強いぞ。勝てるかな。怖いよ。いい。よし、行くぞ。うわ、あ、待って待って、あ、やばいやばいやばい、待って待って、ちょちゃんと見えるようにして、まずどうするんだ、動くべきだって、間違いない、形は精神と共にあれ、やばい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 、あ、ちょっとじゃあこれで、おろろ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 、もうええよ、来る、危ない危ない、もう一回来る、これ、危ない危ない、おい、おい、いけ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 よしよし。でもね、こいつ距離取りすぎるとこうやってまた逆にね、絶対当たる攻撃してくるんですよね。どうしようどうしよう、これはやばい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 、奥向きだね、そうだね、あ、やばい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 。でね、こいつの一番嫌な攻撃がこれなんすよ。あ、これこれ本当にもう腹立つ、腹立つ、これはこれだな。あ、でも止まんの早かった。バイバイバイ、逃げて逃げて、急ごう、さあ来る、あ、やばい、おお、かわすのうまい。意外とかわせてた。いけ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 、やばいやばいやばい、やばい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 、くるくるくる、オッケーオッケー、ロロ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 、やばいやばい、いいいい、あー危ない、はいはいはい、危ない危ない危ない、ロロ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 、かわすのだけはうまい、だけは自撃自撃、これだこれだ、あー来た、これ始まったよ、これはもう叶わないよ、これされたら、よしよしよし、逃げろ逃げろ逃げろ、オッケーオッケーオッケー、あー、まだいる、止まった止まった、はい、あ、やった、うっしゃい、はあ、そうか、こいつを倒すっていうあれだったんだ、はあ、よし、まさか、こんなところに竜の涙があるなんてな、あ、ありました、よかった、騎士として捜索に関しては自信があるんだ、うん、おお、頼もしい頼もしい、探し物を見つけるコツは意図せず探し物を見つける点にある。探すことを考えず適当に見回すことで不意に机の下で見つけたり、それな、それと視線のコントロールも大切だ。あ、はい、熱い視線で探すと見つかりにくくなる。そうですよね、目の端で、でもマジでそうだよな、不意に探し物してる時ってそれはコツって言って、これで次は、よし、結構使えるんだぞ、
昔ペットのカメがいなくなった時もこれで見つけたんだ。神団長、カメを飼ってたことあるんだな。そうだが。危ない。いや、想像できない。なんか意外だ。とにかく神団長のイメージと合わないんだ。あ、そうだ、ミルクの旦那なら分かってくれるよな。理解できない。僕も幼い頃に飼ったことがある。おかしくはない。ディルックの旦那も。さあ、あれ、こっちか、こっちだ。オープン。うん、よし、あの建物が。そうですな。よし、行くぞ。にま、ほら、よし、行こう。行くぞ。キノコ、キノコ。うわ、後ろのドラゴンスパインめっちゃ綺麗やな。いいですね。いや、めっちゃいいな、これの景色。晴れてると確かに綺麗だな。あ、看板だ。音楽改めて聞くといいな、本当に。いるいる。おい。おー。おー。ワリン保護協会最終決。さあ、集めた結晶を出して。あ、結晶の色が。ますます濁ってる。はあ、トワリン、一体どんな苦しみを。辛い。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。違法の旅人、お願いだよ。お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。一瞬で変わりました。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく、うん、これだけ涙があれば十分だ。次は、次はこの前みたいに涙を天空のライヤーに落とそう。はい、あ、任せて。 ありがとうございます。いきます。はい。やった、やった。前とは全く違う感じがする。後ろでメイドが主人の目の前で全然雑談してる。風幻想活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。うん、ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。確かに。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人だけでなく、それは竜にも失礼でしょ。うん、なるほど。海風、もしくは高いところを吹く風だな。うーん、演奏に向いてるところは。空を飛びながら弾く。お、それはアンバーでも難しいと思うぞ。星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。教えてくれた。ありがとう。こないだお前が寝てた砂浜だよ。あそこか。山の伸びる方向に沿って登ると、誰も広いの崖というところ。そこで寝てたことに関して誰も触れない。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風も、そこでなら条件を満たせるだろう。お、ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。おう、では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。確かに。了解だぜ団長。あ、すまない、つい。
かわいい。そう。いや。おら。ということで、うん、今回はここまでということで、おほ。次回からね、うん、ちょっと星拾いの崖に行って、なんやかんや、やってみたいと思います。なんやかんややりますか。なんやかんや。なんやかんややろう。はい。よし。まあ、でも、すごい。エイシちゃん、いいですね。確かに、そうっすね。あと、コガちゃんは、避けるのは、がうまい。避けるのは、避けるのは、うまい。攻撃がね、まだまだちょっとね。そうですね。うん、ちょっとまだガチャガチャしておりますけど。ガチャガチャしております。避けるのはすごくうまく、どんどん上達していく。避けるのだけ。はい、というわけでね、まあ、前回もありましたけれども、まあ、仕事の合間などに進めるので、うんうん、ちょっと進んでるかも、でもまた多分この続きからかも、うん、みたいな感じです。へいへい。では以上、小川葵のテイワット体験記でした。